症いけない？高山症症は治療の時してないから。あ、はい。3種は、3回目のワクチン。病院やないとワンちゃんの飼い方だけお渡ししてあげます。はい、ももちゃん、トイプードルのももちゃん。まだ硬いの食べれてないですか？食べてますね。交流したのは神奈川県の方でしょ。神奈川県の方でしょ。YouTube 見たことあるんですか？はい、再生リスト見ました。あ、そこまでは、ね、真ん中に再生リストがあるんですよね。はいはい、そこの、ね、下の、まあ、いろんなことを喋ってんだけど、自分の会話とかね、平熱が 38.5 度くらいの正常です。1日何回観察してますか？2回。もし可能だったら生後6月までは3回。あ、3回はいいですか？6月過ぎたら、まあ、3回、2回です、ね。あ、そうですか。1回だろうですね。ドライタイプの水を食べてるんですね。ドライタイプの水を食べてもらって、ドライタイプの水で栄養のバランスがよくてとってもおすすめなんだけど、一つだけ欠点があって、朝が多い。1日を1回食べちゃうと、食べてあれ、これで焼かすと2、3杯
違いますよね。胃でガバッと膨らんで止めて入ってくるとか、まあ、小型犬は横の配慮ですよ。中型犬以上だと胃郭点、あ、胃郭腸、胃変点でもすごい具合悪くなってきてしまうので、回数はやっぱり最低2回、でもまだ若いから3回にした。